世界の歩き方。こんなんばっかりだな俺のコーナーすごいですね、俺のコーナー。いろんなものをイメージを感じますね。そうね、はい、窓じゃないんですよ、歩き方ですからね、はい、まあ、窓から見えた景色もあるでしょう、はい、こちらは海外旅行に行った時の思い出や、うん、各国の豆知識などを募集紹介するコーナーでございます、はい、今回はイギリスとアメリカの特集でございます。あれ杉山君、海外とかに行ったことってある？そうですね、海外旅行とかする？旅行で行ったこともありますし、お仕事で行かせていただいたこととかもありますし、うん、行ったところそんなに多くないんですけど、ニュージーランドとグアム、ニュージーランド、フィンランド、台湾とかですかね。すげえ、どうだった？ニュージーランドとかフィンランドとかって。びっくりしたのは、あの僕がその行った当時はニュージーランド都市部で、羊ばっかりだった。いやさすがに羊とかも多かったんですけど、雨がダーって降ってきても誰も傘ささないんです。スーツのビジネスマンとかもささないんです。だから刺してる人がもう本当にいない。なんでなんで？だから傘をさす文化がないんでしょうね。で僕傘売ってないの？いや、傘はお店とかにはあるらしいんですけど、そもそも雨の降って傘をさすという文化がないので、雨が降ったら濡れるのは当たり前じゃんみたいな。すげえな。僕はそれが一番カルチャーショックで、まあ、例えばその田舎の方に行ってそういうの気にしないこう農家のおじさんが雨に浴びてても別に不思議に思わないですけど、都市部で人がわんさかいるのに傘さしてる人は一人とかしか、それもいきなりの雨じゃないですよ。もうみんなびしょびしょになりながら普通に歩いて会社に行ったりとか、買い物したりして、ね、買い物したり得意先に訪問行って、これ今度のうちの書類なんですけど新しいカタログできたんでお持ちしましたってびしょびしょのカタログ渡されて、今雨降ってたんであ、なるほどっていうぐらいの、へえ、すごい文化。すごくびっくりしましたね。面白い、なんでか聞きたいですね。本当になんか今日ニュージーランドの方いらっしゃいます？会場にさすがにいないか。あ、面白いですね。はい、小西さんは何かありますか？僕は仕事でしか行ったことないんですけど、はい、ロスと、はい、あそこ台湾と、はい、中国上海か、はい、上海とあと、フランスです。行った中でこれはちょっとこのカルチャーショックというか文化的な違いにいっぱい、それぞれいっぱいあります。あります。じゃあでも、はい、ラッキーだったのはフランスに行った時で、はい、ちょうどフランスに行って3時間ぐらい時間があったんですよ、自由に動ける、はい、でじゃあリハーサルまで3時間あるからどっか観光したいとこってありますって言われて、今しか行くチャンスないですって言われたから、あ、じゃあまあ有名な観光地を回りたいですって言って、うん、まずじゃあホテルから近かったんでエッフェル塔に行ったんですよ。あ、はい、でエッフェル塔って大体上に上がるまでエレベーターで上に上がるんですけど、上に上がるまで30分とか1時間とか待つんですって。あ、待つんです。並んで、はい、うん、で待つだよって言われて、あ、そうなんですか、じゃあ行くだけ行きましょうよって言ったら、ちょうど前日ぐらいまでになんかストーカーなんかやってたみたいで、あ、マジカルストライク的な、マジカルストライク的なやつがあったみたいで、はい、エッフェル塔のところに観光客が一人もいなかったんですよ。で現地の人もいなくて、なるほど、もうそのままバーって歩いてって、はい、並ばなきゃいけないところをスーッと素通りして手荷物検査するんですけど、手荷物検査してそのまま上にシューッと上がって、はい、で一番上まで上がって、そうなんでしょうね、ラッキーだった。多分今日もストでやってないだろうと思ってたところが再開してたんですね、うん、そうそうそう。でラッキーだったのはそれだけじゃないんですよ、俺のフランス、はい、なんですか？はい、小西さんのフランス。その後じゃあ、はい、どこ行きましょうかってノートルダム寺院に行ったんです。ああ、有名な、どうも。そう、ノートルダム寺院もやっぱり観光客が多い観光地じゃないですか、うん、そうですね、だからものすごい混んでんだって、はい、ガラガラでした。これまた並ばずに入って、で入ったタイミングもまた神がかりな感じで、はい、ちょうど歌を、聖歌隊の皆さんが歌を歌ってたタイミングで入って、はい、でその聖歌隊の皆さんの歌をこう聞けて、はい、でしばらくしたら終わっていなくなったんですけど、タイミング良かったですねって言われて、だからラッキーだったんです、すごく。で中も空いてたし、自由に時間かけて中も見れて。そんな観光地で有名なところって、うん、空いてる状態で見られることってあんまないですね。ないです、ないです。超ラッキーでした。ただ一番困ったのは、はい、トイレがないんです。トイレがない、公衆トイレがもうほとんどないんです。あ、そう、お店のトイレを借りるとか、なんか博物館とかショッピングモールとかああいうところのトイレしかなくて、博物館とか行ったんですけど、
やっぱ混んでてちょっとそれは入れなくて、うん、で時間ないからやめましょうってなって、でもトイレ行きたいって言って、はい、じゃトイレこっちですよって教えられたんですけど、はい、あの有料のトイレなんですね。あ、有料のトイレなんですけど1個しかなくて、はい、すごい長蛇の列で、はい、じゃあ俺ホテルまで我慢するわって言って超我慢したので、そう、有料のトイレですら行列っていう、そういかにないかですよね、うん、トイレが。だから本当にあのホテルとか海外フランスに行かれる方はもう本当にホテルとか、うん、ご飯屋さんとかで必ずトイレに入った方がいいです。これは街中出るとなかなかおすすめしますね。へえ、そうなんだ。はい、さあというわけで、はい、我々の感想これぐらいでちょっとメールの方行きましょうかね。はい、はい、じゃあまずイギリスの方から行きましょうか。はい、はい、じゃあ、1つ目からご紹介したいと思います。はいはい、ラジオネームロックさん&アップルさんからいただきました。はい、ありがとうございます。イギリスは散々飯がまずいと言われていますが、うん、朝食はそんなにまずくないらしいです。おう、なんでもイギリスで美味しいものが食べたかったら朝食を3回取ればいいという言葉があるそうです。朝食だけは普通なんだとか、うんうん、朝食の中でもソーセージが美味しいと聞きますが、ドイツ人にあれをソーセージと呼ばないでくれと言われたそうです。ちょっと待って杉山君はい、ソーセージは朝食なのかい。まあ、どういうことなんだい。まあ、早い話がトーストとソーセージは別に朝食じゃなくても美味しいぞ。そうですね、卵と、うん、スクランブルエッグ的なものとソーセージ、うん、まあ、あれイギリス料理なのかなっていう。でもさすがなんかもうざっくり塩で味付けてとか、はい、なんかそんなことは昔聞きましたけど、はい、あの家庭料理とかって、はい、でもさすがに今はもう変わってんじゃないですか。こんだけいろんなね食文化が入ってくる世の中になりましたから。どうなんですかね今ってね。僕もでもなんか前にそういう、まあ、この作品でイギリスというかやらせていただいて、はいはい、ご飯がまずいまずい、じゃあイギリスの料理って美味しいものは何なんだっていうので、うん、僕調べたらそのローストビーフがまずイギリス料理で、あーローストビーフってそうなんだ、はい、でまあ、めちゃくちゃうまいよね。あとはチップスとかもあるんですけど、うん、あとは確かにあんまりこうメジャーなものって結構少ないんですね。あと何イギリスってスコーン、あとイールパイとか、イールパイ、うなに、うなぎが入ってるの、うなぎが入ってるパイとかもあるんですけど、ただそれはなんか地方限定で全国的に、あれうなぎが丸々入るやつんだと思います。なんか僕も知らなかった。なんかそういうお豆腐とかあるよね。あ、違ったっけ料理かなんかで、なんかそういうの、あのうなぎと、あなんかお豆腐かなんか土壌だっけな入れて、はい、一緒に煮ると暑さから逃れるので豆腐の中入るっていう。それ土壌かなんかじゃない。土壌だっけわかんないですけど、そういうやつなの、はい、イールパイって。いやわかんないですけど、僕もたまたま NHK で見て、その NHK さんで見た時に、そのイギリスでは伝統的な料理でイールパイって、はあ、そうなんだ。でいろいろ調べていくうちに、そのイギリスはその、うん、いろんな国の人たち、まあ、移民の人も含めているから、はいはいはい、ベースの部分ではあんまり味付けをしないと。でそこでいろんな調味料を用意しておいて、皆さんのお好きな味付けにして食べてくださいっていう、そういうことだそうです。ね、素敵な文化やん。そうなんですよ。だから結局その、ね、日本だってこう関西の人と関東の人は東北の人で味付けの好み違ったりするじゃないですか。うん、日本は押し付けますからね確かに僕なんかもこう定食屋さん行って、はい、東北出身の方が作られた定食屋さん気づくことがあるんですけど、赤味噌汁がしょっぱっていうぐらいしょっぱい。え、そうなんだ。はい、でびっくりして、ああなるほどそういうことなのかな。だからこれは別にこれがしょっぱすぎておかしいんじゃなくて、うん、僕が慣れてないだろうっていう、うん、俺一番びっくりしたのは、はい、僕関西なんですけど、関西ってうどんって出汁だから、はい、透明なんですよ液体が、はいはい、東京に来たらうどん頼んだら真っ黒なんですよそこが見えないと。なんだこれはと思って、はい、俺に何を飲ませるんだと思って最初超びっくりした。やっぱりそうなんですか。いやそういうのあるんだね。でもそういうことじゃなくて、はい、イギリスはまあ調理はするけど、はい、味付けは皆さんの国に合った美味しいものがあるでしょうと、まあまあ、そうですね、ご自由にどうぞどうぞっていうことらしいという話は聞きました。なるほどね、手抜きやんそんなことないね。そんなことないね。そんなことないね。はい。じゃあもう一ついきましょうか。もう一つ。はい。はい。じゃあどちらがよろしいですか。何か。どれでもいいですよ。気になる。あ、大丈夫ですよ。どれでも。杉山くんが大好きな大好きなメールを。あ、いやいや。じゃあこちらの。俺が気になるメールはどれだ。ラジオネームなるみさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。友人とイギリス旅行中、有名なビッグベンに。おお、ビッグベン。ちょうどいいタイミングで、ビッグベンの鐘が鳴り始めました。そのメロディーは。
なんと日本人なら誰もが知っている学校のチャイム、うん、キンコンカンコンキンコンカンコンってやつ、はい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 、と一緒なのです、うん、あのメロディーの曲名は、はい、ウェストミンスターの鐘といい1954年に発明家の石本邦夫さんによって現在の学校のチャイムミュージックチャイムとして開発されたそうです、石本さん本人によると当時イギリスの BBC 放送のラジオ放送をよく聞いていて、その、ウェストミンスターの鐘が流れていたためチャイムに採用しようと思ったということで、あ、なるほどね。なので、今現在日本人は子供の頃から知らず知らずのうちにイギリスのメロディーを聞いて育っているんですねという。そうなんだ。確かに昔からね、僕らが小さい、うわ、これはびっくりだな。そう、あの学校のね、韓国がイギリスのメロディーだったとは知りませんでした。そう、わあ、これは目から鱗ですね。もともと日本にあるもんだと思ってました。そうですね、そんなにワールドワイドなものだとは思ってなかったので、うん、そう、当たり前にやっぱりちっちゃい頃から聴いてるものだから、はい、日本人の人が作ったんだと思ってた。そうですね、だからあのイギリスの方とお話しするときはそのメロディーって多分通じるということですね。あ、これは知ってるよって、ね、イギリスの人が思うんだろうね。でもしたらね、イギリスの人からしても難しいメロディーなんだと思います、うん、はあ、じゃあ俺も今度からちょっと言おう。これね、はい、ウェストミンスターの鐘って言うんだよ。そこはちょっとでも、うん、あのブリティッシュ風じゃなくてアメリカン風なんですね、うん、これちょっと学校の前通ってさ、子供がさ、キーンコチャイムが鳴ってるって言ったら、これはウェストミンスターの鐘っていうイギリスの曲なんだよっていう。いい声で急に子供の肩を掴んで目を見て言ってごらん。ウェストミンスター、ウェストミンスターって言ってごらん。ウェストミンスターじゃない、ウェストミンスターって言ってたんですか。いやいや、そんなネタになりますよね。そう、はい、はい、さあさあ、というわけで、じゃあ次アメリカの方行きましょうかね。はいはい、じゃあアメリカの方はですね、どうしようかな。あ、じゃあこちら行きましょうか。はい、ゆっちゃんさんがいただきました。ありがとうございます。1年間ニューヨークの高校に留学しました。はい。カルチャーショックを受ける場面は数多くあったのですが、うん、一番衝撃的だったのが、はい、水泳の授業。おぉ、なんでしょう。日本から持ってきたスクール水着を着て、うん、水泳キャップをかぶって、ね、日本だとそうですよね。そうですね。みんな同じ服を着てね、同じマスクって、水着を着てね、うん、ゴーグルつけて、ね、かぶってね。はい、さあ、泳ぐぞと気合満々だったのですが、はい、周りの女の子たちを見てみると、ほとんどの子がビキニ姿だったのです。アクセサリーもつけたまま、うん、化粧も落とさず泳ぐ子が大半で、化粧もしていいんだ。おぉ、なるほど。ほぉ。ここですよね。髪の毛を濡らしたくないと言って、うん、シャワーキャップをかぶっている女の子もいて、ね、シャワーキャップシャワーキャップは濡れるでしょ。シャワー、そうですね。これ、うん。授業内容も超適当、先生も超適当、泳ぎたくない、泳げないとダダをこねてプールサイドに座っている生徒、先生が足でプールに蹴落としているところもしばしば見かけましたよ。なるほど、すごい文化ですね、アメリカ。さすがアメリカ、すごいですね。ありえない日本だと考えられないですよ。そうですね、もうそんなやついたら、おい、ちょっと来いって言って、はい、みんな水泳の授業をしてるのに、その中で今こいつはって言って説教されますから、みんなの前で。そうですね、昔、はい、体育の合同体育の時間に、はい、赤白帽わかります、あの小学校の時、体育の時間、赤白帽をかぶって体操服着てたんですけど、その赤白帽ってあの赤と白の布が別々になってるから、あの引っ張るとつばの部分があのウルトラマンのトサカみたいになって頭に乗せてウルトラマンになれるんですよ。なるほど、はい、で合同体育の時にそれを友達とやってたんです、はい、そしたら体育の怖い先生に見つかっちゃって、はい、おいおい、ちょっと来いって言われて、やべえと思って、普通にパッと帽子かぶり直して、体育館だったんだけど、あの壇上に上がらされて、はい、もう本当100人200人ぐらいいるような前にちょっと出されて、お前ちょっとどういう風に帽子かぶってたんだ今って言われて、僕やってみろみたいな、こうですっつってやったら、違うだろうって言って帽子パッて取られて、ウルトラマンにしてかぶせられて、こうだろうってやって、もう本当会場大爆笑ですよ。すげえ恥ずかしかった。あ、だからこれだけ恥ずかしい思いをすればもうそういういたずらしないだろうって思ったんですかね、うん、先生は。そんなんですよ、でも日本はいいなぁ、ね、みんなビキニだったんだね。そこですか。え、そこですか、食いつくところそこですか。そこしかないでしょ。いや、アクセサリーつけたままとか、へえいっつって紐をちょっと引っ張れば、メイクしたままとか、高校生だから大丈夫ですよ、へえいっつって紐引っ張れば首のところヒュッて紐そうなんですか。うん、いや、まいっちゃ
ってなるだけだから多分ごめんなさい、それも僕は分かりますけど、元ネタ若い人たち分からないと思う。でも大体大半が拍手していたから、はい、毎日先生のことは分かるってことですよ。分かるんですね。分からない。だからある程度の年齢を重ねた方たちが多いってことです今日。なるほど。分からない方たちはちょっとネットで調べてみて。そうですそうです。はい。マイッチってなりますよ。はい、さあもう一ついきましょうかね。はい、キューコさんからいただきました。ありがとうございます。アメリカのコロラド州にある小学校では、はい、なんと鬼ごっこが禁止なんですって。理由は鬼ごっこのせいで喧嘩や口論が増えるから。ああ、トラブルになるってことですね。どんな格好やねん。だそうです。びっくりですよね。うん、しかもその動きは州全体にも広がってるそうで、今回は逆に、親は禁止に反対しているそうですよ、と。そういう動きがあるんですってね。他にもですね、アメリカはね、いろんな法律がありまして、はい、こんなのがございます。ミズーリ州はですね、雪合戦したら逮捕。逮捕？雪合戦で逮捕？あそこで雪合戦したって言ったら捕まっちゃうのよ。前回一般雪合戦。犯罪行為なんだよ。犯罪行為です。雪合戦してました。理由が知りたいよね。犯罪行為だからね。人が死ぬかもしれないってことでしょ。すごいですね。フロリダ州。はい。動物のモノマネ禁止。なぜ？なぜ？州知事かなんかが嫌な思いしたのかな。なんかあったんですか、ね。お前豚みたいだなって言われてブー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 って言われたのかね。それも違法だ違法だっつって、もうこんなもん納得いかんっつって、うわこれ、ね、こんなことをやったら子供たちの性格は歪んでしまう。法律ですもんね。あとね、もう一個ありまして、はい、ノースカロライナ州が、はい、音痴は違法なんです。俺も違法だよ。じゃあこれはでも公共の場、公共の場で、だから部屋とかで歌ってる分にはいいんだって、音痴で、はい、だから皆さんがいるとこで歌ってじゃあ、おちょっとお前違法だよ、逮捕っつってなっちゃうわけ。それあれですね、じゃあちょっとお酒、ね、公共の場のオープンカフェみたいなところでお酒飲んでて陽気になって捕まるかどうかはあなた次第ですっていう。そうじゃね、だから なんかやっぱり騒いじゃいけないってことなんじゃないですか、公共の場では。うまければいいってことですよね、これ。だから騒音じゃないから、下手だと騒音になっちゃうじゃないですか。で酔っ払ってなんかもう本当にひどい歌を聞かされてね、もうただでさえうるさいのに、公害みたいな。そうそう、だからそういうことが進んで音痴は違法になったんじゃない、もしかして。誰がジャッジするんですかね、そのノースカロライナの人々でしょ。カロライナの警察の方とかが、お前は OK っていう。でお前はギリギリアウトだなっていう。歌い終わった後にウェーってなるのは、あ、そうか、お客さんの反応で。なるほどなるほど。バーってなるのは、それかもうなんか路上で歌ってても誰も目もくれないとか、立ち止まって聞いたりしなければそうアウトってことなんじゃない。微妙だよね。微妙だ。いやすごい、すごいですね。でも他にもいっぱいいるそうですよね。なんかこういうの調べると面白そうですね。そうですね、ちょっとした豆知識に使えるからね、うん、みんなが集まった時はね、いや結構いいんじゃないかと思います。なんかいろいろありますね、アメリカとイギリスだけでもね。そうですね、他にもねたくさんあったので紹介したいんですけれども、ちょっとね時間の都合で紹介できないんですが、はい、全くね、機会があったら、紹介したいと思います。はい、さあというわけで以上世界の歩き方のコーナーでした。最後にイギリスの生ジングル、ヘタリラザワールドピンクル。お前頭の中までハンバーガーなんじゃねえの、なんじゃねえの。